ちゅっとん、ブルーさんやっほ、リカさんやっほ、イエローフィッシュさんやっほ、SKK さんやっほ、なんか探し、ベンチ、アルタってベンチあったよね、アルタじゃない、あとでか。ベンチあったよね、なくなっちゃった。うわー、どこで配信しよう。エラーがいる。ここでいっか。寒いね、ベンチ。イノちゃん、こんにちは。寒いね。ちょっと早く着きすぎちゃって。カルさん、やっほー。下は買ってしかなくない。あとは下にあるパン屋さん。お金使いたくない。さかもちゃん、歯痛い、痛い。アジス、やっほー。あ、ずっと痛い、もうやだ。パン屋さんとこになかったっけ。トイレの方にどこにもない。もともとエスカレーターのところにあったんだけどない。 SKQ さん、シュークリームみたいなのありがとう。高野ちゃん、やっほー。よしさん、やっほー。28歳だからね、歯も痛くなる。年関係なくてさ、撤去されてるね、完全に。目痛い、寒いし、歯痛いし。こんばんは、レオさん、こんばんは。誰？え？坂本里奈です。出てきた。そうだ、さっき全然わかんない。あ、後ろに行く。だからなんじゃい。カツさん、やっほー。可愛い子のルームに来たと思ったら知ってるグループだった。誰って言ってましたかな。虫歯違うんよ。ロキソニンとかバファリン買うしか。あ、今日やっほー。あ、痛み止めはね、もらったんだよ。お外なのね。お外です。はぁ、あ、私松茸食べた。松茸食べてない。でもどういうものが松茸かわからないから知らずに食べてるかもしれない。イカ、ヤッホー、こんばんは。シンボー、こんばんは。今日皆さん秋葉原で無料ライブですよ。かける、ヤッホー。ねえ、どうしたらさ、私のさ、ファンの人たちがさ、ツイートとかさ、いろんな SNS にさ、いいねとかさ、リツイートとかしてくれると思う。サードで略してる。これマジ今の結構一番の悩みなんだけど。アジス、紫だるまさん、ありがとう。イッシーさん、ヤッホー。スシロー、いけるね。いけないです。イカさん、ハートいっぱい、ありがとう。お金を使いたくないのです。なのでこうやって立って配信をしています。重い荷物を持ちながら。それはファン次第だからどうしようもないな。だからいいねをさせる方法は、坂本がブスだからいけないのかな。なんで歯痛いの。え、神経を取ってかぶせ物をしたら痛くなっちゃったんだよ。もだけでなんか他メンバーだけど引用が少ない。でも他のメンバーに比べても圧倒的にいいね数が少なすぎて、私だけ
何に圧かけてっけ。結構さ、私最近言ってる気がするけど、それでもさ、いいねしたくない理由、かたくなにいいねしたくない理由って何なんだろう。ニジクラゲさん、こんにちは。坂本里奈です。ぼっちっていうアイドルグループやってます。俺は推し情報を発信は積極的にする方だけど、推し情報を発信って何。かけるハートいっぱいありがとう。そこそこしてるで。でもやっぱりいいね数が圧倒的に少ないんだよね、他のメンバーよりも。そういうの苦手な人もいるし、ただハートを押すだけなのに苦手って、何が苦手なんだ。定期公演行けるからチケット取ったよ。ありがとう。今日皆さん10月26日定期公演があります。ワンマンライブです。秋葉原ゼストにてあるので定期公演お待ちしてます。今回はハロウィンがテーマということで、ハロウィン衣装を着ちゃいます。いいねしたりリプしたり TikTok 作ったり。大輝こんばんは。やっほー、おはようとかはいいねしない。なんで。小西桃だよ、知ってたでしょ。こんにちは、頑張ります。頑張って。ちょっとなんかどこにいたらいいか。今のいいねは恩恵あったっけ。恩恵って何、どういうこと。いい場所を見つけちゃった。よいしょ。松茸ラーメン美味しそう。松茸ラーメン食べるの？願いは一つさ。こんにちは。こっちやっほー。もっと整形したらいいねもらえるのかしら。終わらない夜さん、こんにちは。サカモにとって得なこと？いいねが？うん、もちろん。挨拶だけしに来た。なぜなぜ？後ろ、デンターって書いてる。デンターって何？デンターって何？冷たい町さん、こんにちは。危険。え、全然危険じゃないから大丈夫。デンジャー、危険。危険人物、危険人物かも。まあそんなことはどうだってよくて。そんなことはどうだってよくって。ママ、やだよ、危ない。多分ね、大丈夫だと思う。ドアが急に開くかもってことでしょ。え、どうなの。もうどこにもいられないよ。どこにいればいい？じゃあまたここに立ち尽くそうか。はい、ここに戻ってきました。立ち尽くします。大阪のトミーさん、こんにちは。赤つ紫だるまさん、ありがとう。赤だるまさん、ありがとう。もっと整形すればいいね伸びるのかな。やっぱりブスだからいいね伸びないのかも。こんにちは、大阪のトミーさん、こんにちは。前髪切ったんだ。そう、チクチク。
開けるハートいっぱいありがとう。次いい感じ。みんなすぐにはいいね増えないでしょ。もう12年やっているよ。リッシーさん、紫だるまさんいっぱいありがとう。 SKQ さん、紫フリフリありがとう。母が痛い。 09V さん、こんにちは。前髪くねおさん、やっほー。じゃあ今日からいいね月間始めよう。みんなが始めてくれないとね。アイメイクパチパチしてますね。はい、パチパチです。12年目で出会えたね、やっとこさ。え、なんでさ、私はさダメなんだろうね。なんでさ、私だけさダメなんだろうね。なんでなんだろう。いいねって監視みたいなところあるよね。え、どういうところが監視されてないってこと。私、坂本ちゃんお疲れ様でした。けしさん、やっほー。みんな定期公演遊びに来てね。おい、ネガティブになっとるで。いや、普通に疑問、なんで私はダメなんだろう。そんなにさ、他のさ6人とさ私って違うのかな。やっぱりブスだからダメなんかな。この前髪いつも気になる。たけしさん、ハートいっぱいありがとう。バラもありがとう。自分にできることやればいいんじゃない。できることやれてないってこと。俺も最近歯のかぶせ物したけど痛いよね。痛い。これからよ。まあみんな聞かれても困りますって感じだよね。わかります。なんかさ、ファン少ないっていうのも分かってるしさ、自分が可愛くないっていうこともすごく分かってるんだけどさ、なんでさ私のファンの人ってかさ、私を応援してくれてる人はさいいねしてくれないのかなってすごく悩み。どういうこだわりなんだろうっていう。普通に可愛くないよっていう意味のいいねなしなのか、よくないよって意味なのか、なんだかよくわかんない。他と比べてやっていくことかな。でもアイドルって他と比べられる生き物なのだよ。他者から絶対に他と比べられてしまうもの。あら、闇期ってか普通にあの謎。 SNS には興味ないんじゃない。じゃあ赤消せ。SNS に興味ないやつは赤消せ。トモスさん、赤月さん、こんにちは。秋月さんだ。特に深い意味はないと思うけど。え、でもそうしか考えられなくない。よくないよってことじゃない。単純に普通のポストについてはいいですね。え、普通のポストじゃなくて画像とかの話。 SNS 自分もちゃんとやってないんで、いつもまとめていいねしてます。すみません。共感するものにいいねする。いや、俺は早くないじゃあ私は共感されてないってこと。
逆に他のメンバーは共感されてるからいいねが多いのか。共感されるように頑張ります。共感する発言ではないかな。じゃあみんなのように共感されるような人間になれるように頑張る。例えばおはようとかは普通のポスト。なんかさ、自分のさ気持ちも大事だと思うけどさ、坂本のさそのなんていうの、応援のためのいいねっていう気持ちはさないってことなのかな。こっちの現場まだ行ったことないよね。大阪のトミーさんこんにちは。来てよ現場。マクロスさんこんばんは。お米ツインテールかわいい、ありがとう。お米ツインテール担当です。おはよう。生存確認だからなるべく落とす。生存確認やばい。人それぞれのいいねがあるってことだね。だいぶ前だ、元気です。もうさ、写真載せるのやめたらいいかな。載せない方がさ、いいね来るんよね。写真載せるのやめて、もう文字だけのものにした方がいい。もしや。ちなみに応援してる。極端。もうさ、顔だとさ、いいね、顔よりもさ、文字の方がいいね来るからさ。文字だけの方がいいのか。結構さ、坂本が危機感じてんのはさ、お誕生日のさツイートってだいたいさ、こう他のツイートよりも何倍もいいねが来るものって言ったらあれだけどさ、まあ普通のアイドルさんはきっとそうなんだけど、私普通のツイートの方がいいね来てるぐらい全然来てなくて。あ、私これ誕生日やっぱダメだったかっていう気持ちなのと、あとハロウィンのあの一人一人写真を公式から上がってたと思うんだけど、あの圧倒的に私だけ少なくて、あ終わったっていう。オクトーバーフェスタ何時くらいからいるの？22とか24日とか16時から21時半と掲載しています。全部の日が18時から21時半です。今日の特典会で次来る人にいいねしてねって言え。でもみんなにいいねしてねって言ってるけどしてくれない。自分で切った切ったよ、さっき切ってきた。文章だけでいいね多いのは共感されてるじゃない。そう、共感されてるからもう写真載せない方がいいかなって。文字フェチだけど写真載せてよ。文字フェチだよね。自分は自撮りとか推しの自撮りとか告知ツイートとか全部いいねしてます。その推しはすごく可愛いんだろうね。でも私は可愛くないからね、いいねしてもらえません。そのことをツイートしたらバズるんじゃない。なんかマイナスのことをさツイートすると運営に怒られる。怒られる。サンゴヤッホー。ハロウィンのやつはなんか少なかったね。そう、ハロウィンのやつ少ないからイコールきっと私が動員最下位で終了っていう未来見えてる。それであの次の MC の位置が端っこになって、もうさよならっていう未来まで見えてます。ケーキ当日お祝い多かったよ。え、多くなかった。
おられるからすぐ消すか。え、違う、そういうことじゃなくて、例えば、前ヤフーニュースになったツイート、ちょっと忘れちゃったけど、ヤフーニュースになったツイートとかも、まあ、ヤフーニュースになったからもあれだけど、結局怒られたりとかしてるから。怒られるってか、なんかちょっと坂本さんのあれじゃないっていう。本当だ、乗ってた。来てね、オクトーバーフェスト。そこまで暴露しない。全然暴露とかじゃない。運営さんネガティブ配信、ネガティブ配信じゃなくて謎って聞いてるだけって言ってるよね普通に謎なんだってば。もうみんなにさ相談したらさ、そうやってネガティブとか言われるから終わります。バイビーありがとね。今日は無料ライブです。秋葉原、秋葉カルチャーズ劇場です。お待ちしてます。10月26日定期公演もお待ちしてます。坂本里奈ちゃんで入ってください。バイバーイ、ありがとね。